どうもメルトンです。今回は新キャラマーヴェリック実装されたのでやっていきたいと思います。まあとりあえずね、この子ワンパン穴作ってひたすらね一方的にしばきまくるっていうね技がひたすら強いのでやっていきたいと思います。わ、リスキルだ。ちょっと待って、これこっちから来たら死ぬわ。そう、とにかくねこの子いろんな技あるし開通とかできたりするんですけど、結局この人ワンパン穴作ってどんどん進行するっていうね、それが強いんだよね。よし、ちょっと鉄板探しの旅に出るか。とにかくねワンパン穴って相手から分かっててもこっち側からね一方的に本当に倒せるんで、そう、自由に戦えるからな。そこか。でもこの廊下でやるにはね、結構奥の廊下までクリアだっていうことが分かってないと結構厳しいんで、ここに置きドローン置いといてこれチェックしながら行こう。行くぜガスバーナー。これよ。そう、このクソ小さい穴を使って戦う。え、俺の裏来てたの。危な、倒した。すまんな、これは本当はあれで使う予定だったんだ。え、お前かわすとかマジ。あ、せっかくだし燃やしてあげるか。よし、そろそろね出てくると思うんだ。この穴よ、本当にバレないんですよ俺。あの時間差で使うっていうのも本当に強いんで。よし、さあ結構な角度見れるからね。あ、こっちだ、なんかいる、こっち側からいる気がする。あ、いた、いる、ありがとう。ちょっと待って、どこにいる。ラスト こっちいない。ちょっと穴つく、あーん。そう、こういう感じでね敵が倒せるんですよ。だから小さい穴って本当にこれ強いんですよね、マーヴェリック。だからこの技使うだけで多分マーヴェリックの立ち回り本当できてると思うんで。よし、次行こう。よし、行くぞ。ガスバーナーおじさんで俺はひたすらロックし続けるぜ。まあね、本当開通技まあ強いけど、なんかこいつでやる仕事じゃねえなっていう風には思ってるね。あー、俺絶対カメラポン死んだ。うっ、黒豆が倒しに行ってるぜお前も。まあ、とりあえずミラが張ってたら、あのミラの真下に行ってクレイマー仕掛けてズドーンするから、まあ任せてくれ。クレイマーで吹き飛ばしてやるぜ。どうしよっかな、これ下にちょっとビジルいるのめっちゃ厄介だな。あれ、これカメラどこあったっけ。ちょっとミラやらなさすぎて分かんなくなっちゃった。カメラ、はい、カメラは返事してくれねえからな。どこ、あ、いた。ちょっと普通に打ち合いで黙らせてしまった。あった。まあね、とにかくね、なんだろう、この新パッチ来てから弾抜けなくなってめっちゃ幸せ。今の多分前のシーズンだったらやれてないんだよね。打ち合いがなかなかシビアになったというか、まあ、普通にちょっとやりやすくなったね。多分みんな全員やりやすくなったと思うんだよね。いいことやで。待って、僕がやりたかったそれ。あ、違う、こうしてこうじゃん。よし、さあ引っかかれ。いないですね。そこにいんの。あ、痛い。おい、引っかかった、やったぜやったぜ。家が引っかかったぜ。あ、待って、それ俺無理だから。そう、こういう感じでねクレイマー引っかかるんですよ。そう、家がねさっきテンパって引っかかったんで。この技もなかなか強いっす。ナイス。俺この穴気づかねえからな。そう、みんなこう強ポジにクレイマーを送ってだけで敵が逃げるんですよ。よし、次行こう。よし、やっていくか。これあれだね、マーヴェリックオレゴンだったらどこでもこれ使えるんじゃないかな。多分地下とかだったら教室の鉄板思いっきりバーナーで焼いてミリミできるね、こっちから。やっぱこいつ強えな。こいつ絶対キッチンでも2階でもどこでも最強だぞ。さあ、ボムどこだ、ちょっと探しに行かないと。あ、キッチン、もう余裕やん。これ多分あれだね、テルミ、いつもテルミポジで毎回大きい穴開けてるけど、マーヴェリックで横ちっちゃい穴開けて思いっきりミリミしてあげよう。ワンパー穴強すぎないこれ。しかも防衛側あれなんだよね、その気づいても破壊できないっていう。破壊じゃねえや、そう、倒せないんだよね向こうから。だから一方的なんだよな、ずっと。
あ、そういう系？これ絶対出てきそう。ちょ、逃げよう。怖い。カメラ壊してくれてる。てか、あとね、一つ気になったのがね、俺、弾数少ないのめっちゃ嫌いなんだよね。これ、弾数少ないと、わーん！そう、弾幕枯れないから結構難しいんだよね。まあ、ワンパーナ作れるからね、これで弾数だったらもうチートだよね、ただの。よし、行くか。足も進んでくれたことだし。さあ、ちっこい穴作って。うわ、ミラかよ！最悪。いや、これだったら、多分穴撃たれるから、ちゃんとドローン回して、やっていこうかな。あ、やられたのか。あ、これ横開けてあげよう。これどうやって開けんだっけ？これ丸だっけ？俺これ開け方知らねえんだよな。正直これダメージあれ変わっちゃったから、多分バーナーいっぱい使っちゃおう、もうよくわかんないから。さあ設置どうぞ。ちょ、プラントってこれ強っ。これ敵にバレてないもんね、開いたこと。プラントしようぜ、プラントしようぜ、 IQ プラントしようぜ。めっちゃチャットうるさい人みたいなんで、ここ通ろうぜ。いや、これ強すぎだろ、これ。やばくな、これミラ影響を受けずに戦えるぞ。え、これ強っ。いや、マーヴェリック、これ強キャラすぎだろ。キッチンや、お、やばいやばいやばい。ミラの影響を受けずにやれる、これ。え、めっちゃ強え、これ。うぇ、いいね。いや、多分ミラウラいないんじゃないかな。あ、オッケー。頭、これ足やりに行っちゃうな。はははは、これ強っ。マーヴェリックやべえぞ、これ。テルミポジ、敵に気づかれずに開けられるわ、ロックできるわで、これ、かなりチートだな。よし、次行こう。今思ったけどさ、さっきのキッチンの終わり方とかさ、もうバンディット死んだよな。いや、ナチュラルにやったけど、あれ、普通に死んだよな。いや、バンディットお疲れ様って感じ。まあそうだね、マーヴェリック、とにかく壊れすぎというか、これなんか弱体化でバーナーの数減りそう。あ、これあれだね、地下うまく取って、なんだっけ、あそこの鉄板穴開けたら終わりじゃない？これ。キッチン&バル、キッチンバル&ビジル。というか、これあれじゃない？ボムがキッチンだから、敵そこにいるだろ、いっぱい。あ、わかった！これ地下行かずとも、これ現地直接攻めて、鉄板横割って、あれだ、点で倒せるわ。ちょっと待って、これビラもやばいんじゃない？てか、どのマップやってもこれやばいだろ。あーね？マーヴェリックそこじゃねえよ。マーヴェリック俺や。うちっか！先輩右締めてますよ。行こうぜ、ブリッツ。お前足速えな、お前アーマニか。やばい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 。それはゴリトツすぎでは。ね、あ、いた、ここだ。あ、違う、ね、いた。ははは、強いよ。これなんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。設置しようぜ、もう。あ、俺か、すまん。自分、あ、ナイスブリッツ。あ、よし、やべえ、あれ。え、これブリッツマーヴェリックめっちゃ強くない？これ勝ったじゃん、もう余裕勝ちやん。あ、いた。一人帰ってこい。そこか、もう終わりじゃないこれ。おい、倒した。メルトンって書いてある。え、嬉しい。メルトンって書いてある。え、嬉しいんだけど。え、ごめん、ミュー、倒しちゃったよ、メルトンって書いてくれた人。え、ということで、今回は、ここまでにしたいと思います。え、というか、倒しちゃった。壁に書いてくれてたのに。はい、ということで、皆さんね、ぜひ、マーヴェリック使ってみてください。まあ、とりあえずね、穴開けて、テルミポジ、ちゃんと開通してね、通れるようにすれば最強ということがね、分かったんで、ぜひ皆さんやってみてください。え、というか、メルトンって書いてくれた人、ほんとごめん。ということで、バイバイ。そういえば動画で説明し忘れてたことなんですけど、そう、有刺鉄線ね、この前の動画で一撃でぶっ壊せるとか言ってたんですけど、これそう、めっちゃ時間かかるようになっちゃったんですよ。そう。で、あと、多分これ最速で割れるの、まあ、さっきもオレゴンでちょっと言ったんですけど、多分丸だね。多分これ三角でやったらなんか全然、まあ俺下手くそすぎてあれなんですけど、多分丸だわ。ちょっと、ここら辺適当なんで、ワンマガでこれ開くんかな。
ちょっとこれ通れないよね。まあ俺ね、普通にこれ修正、あ、修正しながらやっちゃうんだけど、多分もうちょっとね、あ、そう、こんぐらいこんぐらい、そう、 1.2 ぐらい使って俺やっちゃうかな。まあもっとね、効率のいい開け方ね、多分あると思うんで、まあ多分丸です。はい、あ、なんか巻き具みたいなのができた。最後までは言わないけど、なんか汚ねえ、あの排泄物系の形になったね。まあこんなくだらないことはいいので、とりあえず皆さんバイバイ。